今回は最近アニメ化発表があった作品の中から、個人的に期待しているアニメが楽しみな作品をいくつか紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。え、いつもですね、まあラノベとかは大体アニメ化発表あったら、動画にして出すんですけれども、今回はね、ラノベ抜きで、それから続編抜きで、漫画原作、漫画が原作になっている作品のアニメ化が決定した作品ですね、をえいくつかね、紹介していきたいと思います。中でもですね、かなり個人的に、これは楽しみだなと思っている作品、 作品の紹介になっていくんですけれども、まず一作品目はこちら。 ブルーピリオド、えー。ブルーピリオドは2021年の10月からテレビアニメ放送が、えー、開始する作品になっております。えー、ブルーピリオドは主人公の高校生ヤトラが美術の世界へ身を投じて絵を描くことのね、楽しさに目覚めたところから始まる、えー、美術大学への、えー、入学試験へのね、苦悩を描いている、えー、青春群像劇作品となっております。はい。というね、この美術がテーマとなっている作品ということでね、もうすでにね、結構珍しい、えー、ジャンルかなと思われる んですけれども、まあ、最初はねこの美大入っていくまでの この苦悩っていうのを描くんですよね。まあ、そっから、まあ、後半に入っていくと、えー、美大に入ってからの、えー、こっからのね、まあ、苦悩みたいなのがまた描かれていく作品になってくるんですけれども、まあ、結構ね、あの、美術っていうものをテーマにしてあって、それとね、真正面から向き合っていく男女を描く中で、めちゃめちゃね、この精神的に削られていく作品で、結構見ていて意外痛くなるなっていうシーンが結構あるんですよね。うん。で、アニメーションになった時にどうなるのかなって非常に楽しみですね。PV かなりね、あ、独特な世界観出てるなっていうと ところでね、かなり期待しているんですけれどもね。うん。まあ、ということでね、ブルーピリオドは2021年10月からテレビアニメ放送ということで非常に楽しみです。 続きましてはこちらの作品、タイアリでしたでございます。タイアリでしたは、格闘ゲームがテーマになっている作品でございます。格闘ゲームかけるお嬢様みたいな作品になってくるんですけれども、お嬢様学校に入学した主人公の庶民はですね、この学校内で一番のお嬢様と言われる白百合様っていうののですね、本当の姿を目にすることになるんですね。まあ、白百合様は、ね、いつも、なんていうのかな、みんなの憧れの的になっているんですけれども、ある日ですね、 なんかカチカチどっかの教室から音が聞こえてくるなと思ってその部屋に行ってみると、まあ、教室の中で白百合様がね、あの格ゲーの アケコンをですね、カチャカチャ押しながらね、ゲームやってるところをえ見かけてしまって、まあ、そっから、えこの二人の、まあ、格闘ゲームというものに熱くね、え、じていくところを描いた作品になっております。ということでね。まあね、あの、個人的に格ゲーはかなり好きなんですけれども、まあ、格ゲー好きからすると、なんか細かいネタもね、かなり存分に盛り込まれていて、めちゃめちゃ面白いですね、この作品は。うんで、結構キャラクターのギャップも面白くってね、<laughs> 開幕第一話からすごく面白かったんですよね。 もうすごい、あのー、絶世のね、お嬢様として知られている白百合様が、格ゲーやってたらね、めちゃくちゃ煽ったりしてくるっていうね、この,このギャップがまた面白かったりとかね。まあ、そんな感じでね、二人の女の子が格ゲーしていく話なんですけれども、まあ、時折ですね、キュンとするようなね、シーンがあったりとか、結構ね、そういう、 ラブコメみたいなね、側面としても面白い作品になっております。これ非常に楽しみですね。まだアニメーションの PV 出てないのでどんな感じなのかわかりませんけど、非常に気になっている作品、楽しみな作品でございます。 え続きましてはこちら、見える子ちゃんでございます。えー、ホラーコメディー作品になってくるんですけれども、えー、っとですね、主人公のミコちゃんって女の子は、その見えるはずのないものが見えてしまうっていう女の子なんですよね。いわゆる霊とかが見えてしまう女の子なんですけれども、結構ね、あの、見えてしまった霊が、なんか悪霊みたいなやつばっかりで、めちゃくちゃ怖いんですよね。まあ、そんな奴らと目を合わせたらやばいということで、見えてないふりをしていくっていうね、どうにかして、 やつらのことを見えてないように、見えないふり、スルースキルをね、駆使して、 女子高生がやばい奴らを避けていくっていう話になっていきます。はい。ということでね。見える子ちゃん、見えてはいけないものが見えてしまう女の子の物語。まあね、2021年にね、テレビアニメ化決定しているんですけれども。いやー、これね、めちゃめちゃ好きな作品で、ホラーがガチなんですよね。<laughs> あの、大真面目にその出てくるなんか化け物みたいな奴らが怖すぎて、正直、ちょっと震えちゃうレベルで怖い奴らばっかり出てくるのでね。あちょっとね、これアニメでどうやって表現していくのが非常に楽しみですね。 え続きましてはこちら、アケビちゃんのセーラー服でございます。アケビちゃんのセーラー服は、この、アケビちゃんっていうね、女の子、アケビ小道ちゃんっていう女の子が主人公の作品で、学校にね、 学校でセーラー服を着ることが夢だったんですよね、このアケビちゃんっていうのは。まあ、そんな女の子が夢のね、中学のセーラー服を着ての、えー、中学校生活を描いたこの青春物語でございます。ということでね。えー、っとですね、アケビちゃんのセーラー服は、これね、めちゃくちゃ個性派な あの、青春物語なんですよね。まあ、日常系作品っていうのかなになってくるんですけれども、うん、あの、なんか今までにないような雰囲気を醸し出しているというか、あの、漫画のね、まあ、一場面で言うと、例えば、この主人公アケビちゃんがね、髪を揺ってポニーテールにするとかいうシーンがあったりするんですけれども、そのポニーテールにするだけで6ページぐらい使ったりするんですよね。<laughs> た、それとか、 あの、アケビちゃんが、その縄跳びをするっていうシーンがあるんですけれども、縄跳びするのをね、一コマ一コマですね、描いていって、6ページぐらいにわたって、ただ淡々とね、飛んでるところを表情だけ変えながら、セリフもなしで描いたりとか、あの、めちゃくちゃ個性派で、独特な空気感の作品になってくるんですよね。うん。 で、アニメーション制作がクローバーワークスということで、非常にですね、もうすでに、あの、アニメーションのね、PV が出ていたりするんですけれども、めちゃくちゃ映像綺麗、っていうか作画綺麗ですので、まあ、どう、まあ、作画綺麗だけじゃない、この作品、結構空気感が独特すぎるので、どうやって表現してくるのかも楽しみなところなんですけれどもね、うん。まあ、PV 見た限りだと、相当期待度高いですね。というところで、えー、アケビゃんのセーラー服でございます。えー、続きましてはこちら。 コミさんは、コミしです。でございます。コミさんは、多分一番最近アニメ化が発表された作品になってくるんですかね。つい最近アニメ化発表されたんですけれども、まあ、今年、2021年の10月から、テレビアニメが放送開始ということで、もう割とすぐですね。というところで、コミさんはね、やっとこそアニメ化発表来たなっていう作品になってくるんですよね。そろそろアニメ化が来いってね、結構、巷ではね、結構言われていた作品なんですけれども、とうとうアニメ化が発表があったということで、まあ、コミさんっていうね、まあ、女の子、 寡黙で美少女な女の子がコミショーなんですよね。うん、コミショーで、極度のコミショーでね、あのー、言葉をね、発してコミュニケーションを取るのがすごく苦手なんですよね。まあ、そんな女の子が、友達を100人作ることを目標にして、いろんな子たちと触れ合っていくっていう、まあ、日常コメディ作品となっております。まあ、このね、コミさんはコミショーですの面白いところとしては、もう本当に、このヒロインのコミさん、まあ、主人公でもあるコミさんの、 あの、可愛さに尽きるんですよね。なんか一挙手一投足がめちゃくちゃ可愛くって、今日表情豊かでね、もういろんな表情を見せたりしてくれるんですよね。まあ、それがいい,いいですね。うん。アニメーションの PV ももう上がってるんですけれども、相当これ、楽しみな日常コメディ作品になるんじゃないかなと思っております。ワンチャンね、もう大人気になるのかな、アニメでも。っていうね、可能性を秘めてるような。まあ、作品のようにもね、感じております。というところでね、そんな感じで、コミーさんはコミッショウです。で、お次の作品はこちら。 え、かの言い名づけでございます。これも割と最近ですかね、4月あたりにアニメ化が発表された作品になってくるんですけれども、まあ、2022年にテレビアニメ化が予定されておる作品でございます。あのー、山田くんとね、七人の魔女っていう、あの作品があると思うんですけれども、あれの作者のね、まあ、新作になってきますね。うん。今はめちゃくちゃ人気の作品でね、もう相当売れに売れまくっている、まあ、週刊少年マガジンの作品になってくるんですけれども、この物語は赤ちゃんの頃にね、取り違え 変えられてしまって、本当のね両親と、えー、再会することになったね主人公はですね、まあ、その日にですね、名門お嬢様学校の女子高生であるエリカっていう女の子と出会ってね、そのエリカ言うんですね、言い名付けとの結婚阻止したいからあの彼氏役になってくれとあの主人公に言ってきてね、まあ、その言,言ってきたんですけれども、実はこの二人はですね、まあ、取り違えられた子供であり、あのその言い名付けであったっていうね、まあ、そんなところから始まるラブコメ作品でございますというところでね、まあこれは間違いなくね。 もう現在進行形でめちゃくちゃ人気の作品でもありますのでね、まあ、アニメ化したらより一層ね爆発的人気出てくんじゃないかなとも思っておりますねというところでまあ、そんな感じでございます、えー、お次の作品はこちらそのビスクドールは恋をするでございます、えー、こちらもですねもうめちゃくちゃ好きな作品でございましてまあ、ラブコメ作品になってくるんですけれどもね、まあ、主人公は まあ、ひな人形のね、この顔を作る、まあ、職人を目指している男子高校生なんですよね。で、まあ、そんな男子高校生と、え、コスプレが大好きなギャルの女の子の、えー、出会いから始まる、この結構ね、フェチっ気の強いラブコメ作品となっております。というところでね、あのー、なんていうのかな、コスプレがテーマの作品になってくるんですかね。うん。 あの、女の子がコスプレをして、まあ、そのコスプレの衣装を主人公の男の子が作っていくっていうね。まだテレビアニメ放送時期は、えー、決定していたり発表されていたりしていないんですけれども、まあ、どんな感じになるのか非常に楽しみですね。はい。はい、ということで以上の作品がここ最近発表されたアニメ化決定作品の中でですね、まあ、個人的に、まあ、かなり期待している作品の、まあ、紹介でございました。漫画限定でございますけれども、はい。まあ、基本的に新作メインでやりました。まあ、続編でね、えー、漫画原作で気になる アニメ化作品で言うとまあ、メイドア,イアンビスのね2期だったりとかあと山のすすめもねまた新しくアニメやるっていうことで、まあ、そこら辺もかなり楽しみなんですけれどもねまあそんな感じでテレビアニメ化決定して期待している作品なんかありましたらまあ、コメント欄にねどうしようかお書きくださいというところで今回はそんな感じでそれじゃまた